お疲れ様です。かけぽんです。ということでですね、いや今日もやってまいりましたよ。また納豆ね、最近バタバタしすぎて食べる暇ないですよね。まあお腹も空かないんで別にいいんですけど、でね、今日は前々からパソコンがって言ってたと思うんですけど、パソコンのスペックが低すぎてやばいみたいな、新しいマシンがね届いたんですよ。予定よりね、なぜか1週間早く届き、別で頼んでたモニターも明日届くらしいんで、1週間早く。本当は来週全部揃う予定だったんですけど、全部揃うのは明日。でもマシンは届いたので一応古いモニターにつないで設定、そんなことをやってたら結構いい時間になってしまったので、簡単にサクッと食べて今日は終わらせたいと。結局一食みたいなね。今日用意したのはこちらです。よいしょ。キャベツに納豆1パックと、あとコンビニで売ってたサラダ用の鮭を、トッピングして以上みたいな。もうほぼただのサラダね、いただきたいと思いますけども、じゃあいただきますね。これ納豆ね、2パックぐらい入れたかったんだけど、キャベツが意外に量が多くて、袋に入ったやつなので、キャベツは1パック、キャベツ、納豆は1パックになってます。いただきますよ。キャベツだね。あ、サーモンうまい。セブンイレブンの何、サラダチキンみたいなの売ってるじゃないですか。あそこに最近こうサーモン、これちょっと味ついてるけど、ついてないやつも、ついてないのかな、これ売ってたりして、ちょっと面白そうなので買ってみましたけど、いいねサーモン。納豆もね、なんか回転寿司にいるみたい。なんでかわかんない、サーモンのせいだと思うけど、さっぱりしてて本当美味しかった。ごちそうさまでした。ということで、まあちょっと新しいマシンセットアップとか、いろいろかかると思うんで、すぐにはね導入できませんけども、いろいろできたらいいなと思ってます。お疲れ様でした。お疲れ様です。ということでね、本日総評、もう2週間切ってますから、ぶっちゃけた話をすると2週間切っちゃってますんで、まあもう半分終わって、いいんじゃないですか、このペースで。ただね、本当に食べる量がいましたね。1日1食で満腹ですからね。どうした俺っていう。ただやっぱ不意につけ麺とかね、お肉とか、お肉っていうか焼肉ライスね、いつも言ってる焼肉ライスとか食べてーと思うんだけど、お茶とか飲んでるとね忘れられるようになってまいりました。結構なんて言うんだろう、このシリーズをやってると大概言われるのは、とはいえ食べてんでしょみたいなこと言われるんですよ。食べたいものとはいえ食べてんでしょ。いや食べてないんですよこれが。なんかね、そういうそこでズルをするのが気持ち悪いですね、正直。せっかくこれでいきますって言ってやってんのに、そのルールを見えないとこで破って、食べたいもの食べて、いや大変っすとかなんかやるのが、だったらやんなきゃいいじゃんみたいな、最初からっていう風に思っちゃうんでね、この1ヶ月間っていうのはちゃんとルールにのっとって、過去3回はねちゃんとやってきて、今回動画でも
ちゃんとやってます。昔あれでしたよ、あのやっとの時もやったかな、どうしても行かなきゃいけない飲み会みたいなのがあって、じゃあ俺も幹事やるからお店の人に納豆のあるお店を探してって、納豆料理がひたすらそれだけを食べて飲むみたいなことをやったり、あとね確かあれ他弁じゃね、海苔弁を1ヶ月食べるっていう時は、あのこれだけの規模の人で行くんですけど、どうしても僕だけ海苔弁を食べなきゃいけないんですみたいな、お店の人はキョトンとしてたんだけど、どうしても僕は海苔弁を食べなきゃいけない、酒をたくさん僕は飲むから、あの海苔弁の持ち込みを許可してほしいみたいなことを言って、あの快諾いただいたりとかして、本当にそれを食べてたら結構驚かれたら覚えてます。あ、本当に食べないんだ他のものみたいな、そんなことがありましたけど、結構ガチで真面目にやってたりするので、残りもお付き合いいただきましたらとっても嬉しいです。はい、なかなか喋りましたが、とりあえずね、今これからね、あの新しいマシンをこう Mac から Windows に戻っていく感じになるので、また一から全部フォント入れたりとか、何ソフト入れたりとか、デスク周り片付けたりとか、ね、パソコンの入ってた箱どうしようとか、いろいろありますけど頑張りたいと思います。まあ、なんかパソコン開封動画はめんどくさいから撮らないと思いますけど、こんなスペックので頑張って回すっていうのは、どっかで動画作れたら作ってみたいと思いますので、適度にお待ちいただければと思います。長くなりました。お疲れ様でした。